きわり納豆を使ったチャーハンを作ります。ポイントはたくあんと生のいんげんです。たくあんはプロセッサーを使われると結構簡単に細かくできます。生のままいんげんを切ってにんにくとごま油合わせたらば、ひきわり納豆を加えて炒めてください。たくあんも加えて、じゃこ、ネギ、そしていんげん、さっと炒め合わせたらば、火から下ろして味を見て塩で整えます。ご飯を加えたらば、切るようにしてパラパラになるようによく炒めてください。醤油を加えて風味を入れて、さらにパラパラにしたらば、胡椒を加えて器に盛りましたらば出来上がりです。